あ、いいと思うよ。よし。あ、靴下穴開いちゃった。いつもだろう。両方開いてんじゃん。そう、両方。捨ててよ。違う違う違う。朝履いた時は、開いてなかったのよ。あ、本当に。皆さん、ここ、覚えてますか？あ、確かにね。ここ、来たことあるんですよ。まあ、井の頭公園の、あの西園っていう西の方なんですけど、ここはね動画撮り始めた時にもう来たことあって、実はかなり初期の方だよね。そうそうそう、なのでそれはちょっとあのまあ探してください。食べようか。いや、お腹すいた。で今日は弁当を買ってきました。声入ってるよね。大丈夫じゃないかな。大丈夫か、うん、まあちょっとね工事がやってる。うん、いや気持ちいいね、青空よ。おー、もう俺らの悩みなんかちっぽけになるぜこんな。本当に。本当本当。じゃあ見れるか、見せようか。じゃあ、はい、これのも見せて。うわめっちゃ美味しそうじゃん。うまそうでしょ。はい、じゃあ食べようか。食べよう。いいかな、こんな感じでいいよね。いただきます。久しぶりに食べるな。お腹いっぱいなっちゃうな、こんな。うん、うまい。うまいか。うん、あ、まあいいや。はい、え、これ肌綺麗かな。うん、ほんと。うん、いやちょっと心配。いつも多少は塗ってるからさ、うん、大丈夫。そう、うん、うん、食べたいな。これってさ、あ、いいよ。交換しよう。あ、うまい。幸せ。幸せだ。やばい。なんか一気に心が満たされた。おいしい。おいしい。本当おいしい。いやジュリディさん、別れた。いや、もう誰みたいなことなんだけどさ、あの、僕がさ、うん、好きな、まあ、YouTube してるカップルさんがいたんだけど、うんうん、6年付き合ってて、うん、それぞれのやりたいことを、うん、に突き進むためにはもう別れた方がいいみたいな話をしてて、うんうん、あ、そんなこともあるんだって思ってさ、ね、うん、だってなんかそれぞれの仕事とかの話だったら別にさ、うん、恋愛に関してはさ別に付き合っててもいい話じゃん、うんうんうん、でもなんかそうやって別れを選ぶっていうのは、うん、ね、まあそれぞれね2人で話し合ってさ、ね、それが一番いいって思って決めたことなんだろうからさ、まあまあ、うん、そうなんだけどね、うん、あとあれなのかな、一緒にさ、うん、YouTube をやってるって同じ仕事してるって感じだからさ、うん、またそこでいろいろ考えることもあったのかな。まあそうだよね。カップルチャンネルだとさ、どうしても2人1組みたいな、うん、2人で1組みたいな感じで作られちゃうからさ、ね、確かにそれは嬉しいもあり、うん、ちょっと自分たち一人一人じゃできないのかって思われてないかとか、うんうん、俺もそれは思うよ。そうね、うん、ね、一人一人でもできるぞみたいな気持ちではありたいし、うん、でも芸能人とかでもさ、うん、二人一組のペアみたいな感じだったけど、うん、それぞれにさやっぱり活躍してる人たちもいるわけじゃん、うんうん、それでまだね夫婦で一緒にいる人たちもいるからさ、まあ、やり方とかね、うん、その二人の考え方とかそういうのにも影響するんだろうね、そういうのがね。そうね、うん、リューチェルとかペイとか、そんなペイじゃないか、ペコちゃんとか、そう、ああ、まあ確かに、うん、2人組って難しい。でもそれだったらさ、カップルだけじゃなくてさ、うん、そうそう、2人組の YouTuber だったり3人組の YouTuber とかもやっぱそれはあるよね。まあね、唐揚げ美味しい。うん、これもちょっと待っていい、のどか、ね、美味しい。でもやっぱさ、今2人で生活してるでしょ、もともと生まれた環境も違うしさ、考え方も違う2人が一緒にいるわけだからさ、それは考え方の違いとかすれ違いとかさ、あるある、のぶつかりとかさあるよ。だってあるじゃない、だって家族だってそうなんだから。そうそう、家族でもそうなのにさ、赤のもともと他人がさ一緒にいて、それはいかん、うどん。
そりゃぶつからないこともないわけないよ。自分の中で溜め込まないでさ、言ってほしいよね、うんうん、気持ちは。そこでなんか解決できるかもしれないしさ、解決できなかったとしてもさ、どう考えてるのかっていうのがわかるじゃん。まあそうだね、確かに、うん、何も考えてないわけじゃん。何を考えてるのかわからないっていうのはさ、どうもできないよ、うん、それでさ、急にさ、もう無理ですみたいな言われたら、もう俺どうしていいかわかんないもんいいのいいの、頑張んないで。俺だ、うん、何、仕事ですっていう人好きじゃないの俺。これは仕事ですよ、仕事ですみたいな人嫌なの俺は。好きじゃないの。いや、好きじゃないっていいんだけど、うん、その気持ちを持ってる人は別に好きですけど、うんうん、それを例えばなんか落ち込んでる人とか、そういう人に向かってさ、仕事ですよ、ちゃんとやってみたいな、そんなテンションできてたらね、最初からやってんのよこっち側向いてんのよ、落ち込んでる人は。なんかそれでね、テンション上がる人ももちろんいるかもしれないんだけど、うんうんうん、そうじゃないと思うよ。そんな人ばっかじゃないの。そうしたらどうしたらいいの。ほっといてよほっといてよ、そのうちやるからっていう気持ち。ああ、そうそう、触らぬ神にたたりなしってこと。うん、いいのよ、自分のペースでやり始めるから、そういう人たちは、うん、自分から歩み寄ってきてくれる、うん、もう食べてしまう。ほんと美味しかった。全然食えるね、なんかもう一杯食える。やっぱり大盛りにしたらよかったんじゃん。確かにな。でもまあまあ、うん、やっと外でさ、うん、お酒が飲めるようになったからさ、うんね、飲みに行きたいね、うん、でもまだちょっとね、完全には安心じゃないからな。ちょっとそこら辺なんか葛藤あるよね。まあそうだね、うん、みんなね、うん、あります。行けるけど、うん、めっちゃ空いてるお店とかないから、うちらしかお客さんいないとかあー、爪楊枝が欲しい。いやー、てか、半裸じゃん。うん、あ、そうおぉ、え、でもみんなおじいちゃんねえ。てかさ、ムッキムキねえ、すごいよね。すごいな。終了。さあ、本当にこんなんでいいのかな。価格変え、うん、寝そべりますか、じゃあ。あ、いいね。よいしょ、いいよ。ああ気持ちいい。ああ気持ちいいよ。虫が顔に飛んでくる、うん、空の方向見うわ大丈夫か、鼻に虫が入ってきた。え、大丈夫大丈夫。わあ綺麗。すごいね、めっちゃ綺麗に映るじゃん。ねえ、うん、いいじゃないか。いい、うん、めっちゃいい青空ですよね。だっせ。いや、かわいいよ、その顔。うん、ひょにょ、まぶしいね。すごい、寝よう。